声友で会った人を探してほしいの、俺に。探してほしい。なんで？どうしても声聞きたくて。ね、その人のこと好きなの？はい。待って、はい、それ俺だって言ってるやついる。あ、聞こえますか？やっと会えてよかった。あ、もうすみません、久しぶり。一人明らかに違う人いません？なんだ、なんかすごい電話かかってくるんだけど。もしもし。あ、もしもし。いきなりすいません。あの、1年前に声友で会った男の人を探してほしいです。君が1年前に声友で会った人を探してほしいの、俺に。探してほしいです。なんで？どうしても声聞きたくて。ね、その人のこと好きなの？はい。それで俺の力を使って探してほしいってことね。探してほしいです。うん、で、今知ってる情報は何なの、その人の。声友の前に使ってたアカウント、うん、だけ？だけです。ツイッターは知らないの？ツイッター探したんですけど。声友のアカウントだけ。顔は？顔と声は？ほんで声もあんの？声はあります、うん、声と、じゃあアカウントだけ？それとも顔も知ってんの？顔は知らないです。君何歳？16歳です。何年じゃ？あ、15歳です。うん、嘘つくない、本当に。15歳で、15歳でアカウント名と、はい、声しか知らない人を探してほしいってことね。あと、アイコンでよく使ってたアイコン。ちょっと待って、計算するか。待って、計算ってですか？計算、ちょっと待って。はい、831番です。え？いや、あ、じゃなくて。831万です。すいません、払えない。払えない。じゃあ無理だよ。ブラックジャックだって言ってた。いや、ブラックジャックだって言ってた。金さえ払えば俺はどんな手術もするって。お願いします。じゃあいいよ、アカウントとしてはそいつの声聞かせてくれ。今送ります。うん、送る、早い。もう送る、早い。しゃしゃ、すいません、待ってください。アホが。ちょっとさ、あの、誰かさ、今ミュートにしてんだけどさ、あの、男役できない誰か。俺こいつの声に似てますってやつで、そいつにするから、もう俺に連絡して。ツイッターで DM で連絡して。俺こいつの声に似てます。送りました。あ、送った。ちょ、声どれよ、声は。これどれなん、声は。これこれ、これです、これ。いや、普通のなんかさ、歌ってるやつじゃなくて、ないの、すごいみたいな。歌ってるやつしかない。アイコンがこれ。はい、それです。リンゴ飴くん。はい。君この人と話したことあんの？あります。オッケー、探す。お願いします。うん、探しゃいいのね。はい。待って、はい、それ俺だって言ってるやついる。どれですか？いや、なんか DM で来てるわ。それ俺だって。つなげてください。もうよかったね。うん、もう一瞬じゃん。すげえな、俺の。俺すげえな。お前もよかったな、俺頼って。ありがとうございます。うん。ちょっと待って、今いるから、ちょっと待って待って待って。よかったな、おめえ、本当に。恵まれてるよ。ありがとうございます。ちょっと今聞いてるから、相手のスカイプ ID。はい。聞いてる。あ、来た来た来た。はい、ちょっと待って、来たわ。なんかもう今、名前変わってるらしいんだけどね。あ、そうなんですか。うん、なんかもう転生したらしいんだよ。だから多分、あの、君探せなかったんだよ。じゃあ入れるよ、この会議に。お願いします。うん、マジ感謝しろ、お前。めっちゃ感謝してます。あ、本当？あ、来たよ。あ、もしもし。もしもし。あ、聞こえますか？聞こえます。いや、女の子自分のこと言わないと忘れてるから、相手。女の子自分のこと言いなよ、ちゃんと。忘れてるって、相手。覚えてますか？いや、分かるわけないでしょ、そんなんで。なんか急に呼び出されて、ちょっと僕もよく分かってないんですけど。声友で通話しました。だから自分の名前言いなよ。あ、あの、あれ、名前天ぷらって名前でやってました。天ぷら、え、いつ頃だろう。1年前ぐらいです。あ、もう覚えてない、もしかして。うわ、1年前でもなんか声が聞く覚えがある気がします。だってもう覚えてないって。覚えてない。うん、一応本人だよ。リンゴ飴くんだよね。あ、逆によくわかりましたね、昔の名前だったのに。いや、なんかこの子から聞いてさ。ああ、なるほど、うん、はい、リンゴ飴でやってました。女の子呼んだけど、本人どうすんの、呼んで。でもこれ、この後あの、声聞きたかったり、ちゃったなかったからよかったです。いや、死ぬわけないでしょ。え、なんでいなくなったの？死ないですよ、さすがに。え、なんでリンゴ飴いなくなったの？え、なんか結構声ともしてた時期あったんですけど、うん、就活入っちゃって。ああ、そういうのです。忙しくなって。リアルだね。うん、ちょっとリアルが多忙で。はいはいはい、はい、アプリを消してましたね。だって天ぷら。でも嬉しいですね、なんか昔のことを覚えててくれて。あの、スカイプ
つながってください。いや、こういうのっていいんですか、これからさん的に逆に。いや、俺は別に君がね、リンゴ飴がいいならいい、うん、今なんて名前なんだっけ、今なんだっけ。いや、なんか呼びづらいんですけど、なんか鍵格好で。ああ、鍵格好って名前なんや。はい。あ、別に僕は構わないんですけど。だって、つながってもいいって。よかったね。よかったじゃん。いや、てか話しない話したいこと。いやいや、てか何、お前ら2人だけの、いや、今話しない話したいことあるな。ないのとか。俺黙ってるから、俺。なんかありますよ、なんか。あの、正月ぐらいに通話したんですけど。はいはいはい、お正月か。なんとなくわかる気がするよ。うん。聞き覚えです、声。歌が好きです。僕歌ったっけ？歌ってました。あ、本当に。今もうほとんど歌ってないけどね。確かにあの時は歌ってた気がするわ。うまいな、こいつ。1年前だったんですけど。うま、ん、すぎやろ。ずっと忘れられなくて。本当？ありがとう。で、なんか自分で探してみたんですけど、うんうんうん、見つけられなくて。あ、まあ、いろいろ消しちゃったからな、確かに。だから、ゴリゴリさんに、うんうん、見つけてもらえるかなって思って。そうそうそう、だからびっくりしたよ。だけあのその声俺だよみたいなさ、うん、DM 送ってくれたじゃん。そうですね、聞いた瞬間マジでビビったわ。本当にそれはこんな偶然あるんやね。びっくりした。すごく、まあ、3万人見てるからね、自分の声聞くことないと思って。うん、確かに、うん、まあじゃああとはもう2人さんで話してもらって全然いいんで、うん、あ、すいません。じゃあリンゴ飴がありがとうね。うん、あ、いやいや、こちらこそ。はいはいはい、どうもす。はい、はい、はい、失礼します。でちょっとあの天ぷらちゃん、はい、まあ別にねいいんだけどさ、俺は、ありがとうございます。俺は、俺ですか、うん、俺ない場合、ちなみにリンゴ飴にあの裏でやり取りして、あのもうお前と関わるなって一応言おうとは思ってるんやけど。いやです、うれしい。じゃ何してくれるの。なんだろう、自分が思うやつでいいよ。モノマネできます。あ、いいよいいよ、じゃあモノマネしてよ。何ができるか知るか、そんなもん。あ、すいません、ちょっと待ってください。いや、待てないっても。忙しいから。だって821万、本当は必要なわけで。どう？え、かわいそう、みんな。やめた方がいい、これ以上。いや、じゃあ、はい、どうぞ。あ、ミッキーならできます、ミッキー。ああ、じゃあ、ミッキーでいいよ。うん。お願い、じゃあ、ミッキー。はい、いけます。はい。あ、ミッキーだよ。誰それ？ミッキーです。ミッキーじゃないね、それ。はい、知ってます。ディズニーマジックって言ってよ。わかりました。うん。はあ、ディズニーマジック。何してんの。わかんないです。あの、ごめんね。なんか、さっきの人、リンゴ飴さんじゃないらしい。誰ですか。チョコバナナさんだったらしい。チョコバナナさんですか、うん、お祭り違いだった。え、そうなんですか。いや、ごめん、マジで。嘘ついてたらしい。うん、ごめんなさい。待って、本物が来た、本物が来た。でも、本物来た、本物、ガチの本物来た。リンゴ飴ってツイッターの名前だ、本で。しかもツイッターも、いや、マジだって、マジマジ、ガチ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 で、いやごめんごめん、ちょ、ま、マジだって、本物だって、本物来た、ガチで。いや、もうごめんね、ちょっとなんか、いや、あいつが嘘ついててさ、俺も騙されちゃったんだけど、ごめんね。いや、ごめんごめん、本物、マジで本物来たから、ごめん、本当にごめん、間違えてた、マジで、ごめんね。大丈夫、ごめん、でもちょっと本当にそこはちゃんとするから、そこはもう本当に申し訳ない。はい、君、まさか泣くと思わなかったさ、マジで。ちょっと俺もうふざけすぎたね、申し訳ない。すいません。ちょっとガチで本物かどうか確かめるから待ってね、その代わり。はい、うん、じゃあ次もしかしたらなんかまだ偽物の可能性あるじゃん。はい、そうそう、だからちょっと本物かどうかガチで。あ、これ本物かな、これ本物っぽいな、これ本物だわ。本物に。あ、アイコンもだって本物にいいんだ。あ、ごめんね、本物来たから本当に。アイコン本物だった。あ、よかった、やっと来た、本物が。ごめんね、流せてしまって。すいません。すいません、なんかさっきの人はなんかあのちょっと いたずらでやってやろうみたいな感じだったらしいんですよ。だからごめんね、なんかちょっといたずらで、ね、許してやってよ、それは。すいません、泣いちゃって。大丈夫。あ、いや、いいよいいよ、それはもうだ、そんなに好きだったんだよね。あ、ちょっとかかってきたんで入れるわ、会議。はい、うん、本物だ。あ、これ本物だ、ガチの、ガチの本物だ。あ、あ、もしもし、あ、リンガメさんすか。あ、そうです、ごめん、ちょっと女の子、本物来た、マジで。これ本当にアイコンも名前もリンゴ飴だ、全部。あれ、大丈夫、女の子。はい、はい、本物来たよ。もしもし、もしもし、本物ですか。そう、ずっと探したんだけど、やっと会えてよかった。いや、臭すぎだろ、それ。多分、違うですか。いや、ずっと話してなかったから、声変わったのかもしれない。太郎ですか。え、違うと思う。
あ、違う。え、なに、太郎ってのは何なの？太郎っていう名前かなって思って違います。何言ってんの？どういうこと？すいません、なんでもないです。いや、だから本物来たって。じゃあ、え、本物ですか？うん、覚えてますか？覚えてたから、あの、これこれさんの配信見てかけたんだけど。よかったね。何歳ですか？え、何歳って？何歳ですか？どうしたの、リンゴ飴くん？何歳なの？いますか？うん。え、リンゴ飴どうしたの？何歳なの？いなよ。なんか新しい人。あ、もうすみません。ん？誰だ？いや、僕が本物のリンゴ飴なんですけど。いや、違うんですけど。今23なんですけど。え、誰ですか？23じゃないです。え、待って、女の子何歳なの？本物は。18。え、今来た人は誰、何歳なの？あ、僕18です。17です。すいません、1年間違えてた、すいません。いや、今お前完全にカマかけられた。すいません、ちょっとあ、せいま、そっか、ちょっと誕生日ちょっと間違えてました、すいません。で、待って、23の人は完全に偽物じゃん。もうダメだろ。あの、23のやつは何なの？そう、何なの23の人は。本当に、いや、ごめん、ちょっとワンチャン狙って、茶化してる、茶化してる、ワンチャン狙ったっす。ワンチャン狙ったって何？ワンチャン狙ったっす。後から入ってきた人はだ、結局何歳なの？あ、僕17ですね、すいません。だって女の子、なん違うの声？でも声同じじゃない？こんな変な声してなかった。ちょっとごめんなさい、ちょっと声変わりしちゃって、ちょっとすいません、昔はいい声だったんですけど。じゃあこれも偽物ってこと？女の子、うん、偽物。ちょ、落としたわ、もうごめんね、ちょっと偽物しかこんかったわ。あと、ガチ本物かもしれない、これガチ本物かも。本物だこれ。もしもし、もしもし、久しぶり、これこれさん。ん、何、何ですか？リンゴ飴だけど、リンゴ飴くんだよね。久しぶり、元気してた？エロップ掲示板の人みたいですね。は？リンゴ飴くん、なんでバカにされてんの？本物なのに。ひどいよ。歌も歌ったし。久しぶり。17歳です。絶対嘘じゃん。100% 嘘じゃん、それ。17歳です。急な年齢。歌はちなみに 何を歌ってたの、そのリンゴ飴くんは。今日だってあなたを思いながらです。え、ちょっとわかんないんだけど、そんな、何の歌か。歌うたいのバラッタです。そんな、なに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 、え、なに今の。わかんないです。びっくりした。何、なんか誰か入ってきました。怖い怖い怖い、誰か、なんか今映像、なんか部屋映ったよ、今。びっくりした、もう。で、これは何、違うの、この人じゃないの？違います。なんかエロープの掲示板のおっさん、うん、だって17歳です。だからこれ、見つけることできませんでした。ごめんね、すいません。いや、もう無理だから、見つけれんもんは見つけれんから。無理ですか？無理だよ、お前。てか、何でも見つけないけんねん、お前のために。あっか、すいません。そういうことだからね、まあ悪かったりでもちょっと、これこれさんなら見つけられると思いました。あ、俺なら見つけられると思った。これこれさん、何でもできるから。いや、でもちょっともうごめん、もう無理だね、時間取られちゃって、すいません。あ、いや、いいよいいよ。まあちょ、まあでもなんか今かかってきてはいるんだけど、電話ね。まあでも多分偽物やから、もうこれも一応出る、一応じゃ、一応出とくか。じゃあこれ、まあもしかしたらワンチャンね、ワンチャンもあるから。まあでもこれでも無理やったらもう無理やから。はい、うん、今入れてます。もしもし、うん、もしもし、もしもし、久しぶり、久しぶり。一人明らかに違う人いません？はい、一人、一番目の人が一番似てる？そうかと思いました。お、本人なんじゃないの？一人目、本人なんじゃないのこれ。じゃあ一人目って誰なんですか？一人目、いや、だ、一人目はリンゴ飴でしょ。もしもし、今一応違う名前でやってるんですけども、ちょっと喋らないでください。うん、一応今、ブドウ飴って、一応今、ブドウ飴っていう名前でやってる17歳のものなんですけども。ブドウ飴っていう名前でやってる17歳の人？名前変えたってこと？そうっす。だからどうなの、女の子。今、人が来てるんだからさ。じゃあ、待って。
違います。全員違うのこれ。違います。なんで違うでわかんない。絶対に違います。そんなこと言わないでよ。気持ち悪いです。プーさんいるよね。うん。ハチミツ食べたいな。はい、さよなら。やっぱいませんでした。すいません。無理で、その情報だけじゃ。はい。うん。なんでもないです。なんでもないんかい。で無理でした今回。はい。ありがとうございました。という話でした皆さん。まあよくわかんない女でしたね。